キーパーってよく変わり者が多いって言いません？あ,<ー笑>あよく言われますねそれは <laughs> すごいやっぱそうですか？やっぱそう思いますよ。まあ言い方悪いですけど、はい、M の人が多いと思いますキーパーは <laughs>。<laughs> これも聞いたことありますね, <laughs> りね。やっぱり練習がそうじゃないですか。やっぱりもう何本もシュート打たれて、はい、もうぜいぜい言いながらでもまた受けるまた受ける。また受けてる受けど。受ける ボールを受けたいっていうの <laughs> もうその時点で,もう M ですよ。最初僕も若いころキーパーは変わってるやつが多いって言われた時ちょっと嫌だったんですけどやっぱりこういろんなキーパーを見てきていろいろ自分も年齢を重ねていくうちにやっぱり変化だっ思いますよ <laughs> だってもう練習ってキーパー一番ある種しんどいというか追い込むでしょし 追い込みます。まあ、もちろんその走りの練習もきついんですけど、はい、だから何て言うんでしょうフィールドの選手がキーパーのフィジカルや,、はい、やってみろって言われてんもううでできないと思うんですよ。うそれぐらいキーパー、まあ、その動,く動かす筋肉も違うっていうのもあるんですけどそれだけキーパーのフィジカルはかなりきついですね。 しんどい練習してね、うん、例えば3対0で勝ちました、はい、キーパー活躍の場面ありませんでしたみたいなことも全然、はい、ありますありますやっぱり強いチームに行けば行くほどね<っ>そういうあの傾向にありますからあんだけしんどい練習したのに今日は何にもなかったお疲れしたみたいなこともあるわけでしょ <laughs> あります,りますよくあります 自分のミスでゼロ一に負けたらボロカス言われるっていう,うありますね。<laughs> そういったこともありますね。<laughs> だからやっぱりこっちも強くないた感じ、ちょっとエム気がないと。エじゃないと無理ですよね。じゃあなんですか、ールキーパーの人は普段でも我慢強いというか。いやそういう人多いと思いますけどね。まあ普段ね、はい、あの性格が変わって、まあ攻撃的になるうってこともあるんですよね。<laughs> それはおもろいですね。はい <laughs> <laughs>、まあ。 中にはね、そのキーパーの人たちで車の趣味を、はい、車が趣味だっていう人は結構聞きますよね、うん、しかも車も、はい、そのどちらかというと、えー、レース仕様にするという <laughs> このですかサッカーで普段打たれて,るている部分 <laughs> その運転で攻めようと。 そっちでバランス取るというかそうですねだからそういうところでのバランスを保ってるんじゃないかなと思いますね聞いた話では、はい、まあ今ガンバ大阪の、えー、U23 のキーパーコーチされてる松代さんとかあと、まあ、最近現役復帰したのかな平井,平井さん一度ん一登録されましたねすよね、はい、いや彼ならは、はい、もう車すごいこの改造してる車を <laughs> この。<laughs> かなりいじってるってことは聞きましたね。なんか僕のイメージですよ。平井さんって結構おとなしそうなイメージですよね。落ち着いた落ち着いた感じですよね。い人なんですけど、車はちょっと車になると人も変わる。そういうのは結構聞きますね。ちなみに川口さんはそのまあね、サッカーの時にこうまあ M な感じで攻められることも多いと思うんですけど、バランス取る方法とかはご自身ではいかがですか？ ですかね。モグラ叩き、うん、バンバン叩くとか。<laughs> 若い時によくバッティングセンター行ってました。はい、行ってました。なんですか、もうそのストレスというか。ストレスですよね。普段打たれて打たれて。はい、でます、あ、まあね勝つこともあるんですけど、やっぱ負けることもあるじゃないですか。そういった時によくバッティングセンター行ってました。あそうなんですか。はい。でも重くガン打って、うん、でストレス解消っていう。 それはでも何かないと、うんうん、ね、やっぱりちょっとこう、はい、しんどい仕事ではありますもんね、はいうん。まあでもそれがね、まあやりがいでもあるんですけどね。うんうん